員の松本人志。トラブルを報じた文春を提訴した。裁判が開かれる予定で動向が注目される中、ある一枚のハガキが吉本興業幹部宛に送られてきたんだって。ハガキの内容はフライデーに報じられた大阪のリッツカールトンでの馬乗り写真の件についてで、その背景に黒幕がいるというものらしい。ハガキは馬乗り写真の黒幕としてある男性とそのグループの存在を指摘しているんだって。名指しされている男性は元吉本芸人で、ハガキには大阪の出来事は彼を含む芸人グループが吉本を陥れるために仕掛けたことだと書かれているらしい。だけど何に対するハガキで何に対する黒幕なの？馬乗り写真とどんな関係あるのかな？まずそんな風貌な内容の文章をハガキで送るだろうか。うさんくさいね。とは言ってもその黒幕って元芸人で YouTube で活躍しているって言われているけど、誰なのかと私ほんの少しだけ気になっております。すみません、気になっちゃうんだよね。ごめん。